はい、こんにちは、えー。2020年6月19日、連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療第31回、えー、本日最終回となります。免疫の後、サイトカインストームをやりたいと思います。まあ、最初に、この血液凝固の絵が描いてありますが、それが実はサイトカインストームと関係してきますので、 徐々に述べていきたいと思います。で、えっと、本日全体が最終回ですが、免疫としても5回目ということになります。さて、本講座では、こういう5つのポイントでやってきたんですが、特にここですね、本日はここを強調しておきたいと思います。えっと、私は生物の予備校で、医学部受験生に生物を教えてきたわけですが、 えー、直接の医療従事者ではありませんので、医療への言及は限定的にしたいというふうに気をつけてまいりました、で特に本日扱うサイトカインストームは、えー、非常に現場の医療で、えー、非常に重要なポイントとなっており、なおかつ、えー、この解明がまだ未解明の部分が多い世界ですので、まあ、そこら辺を踏まえて、限定的にお話をさせていただきたいと思います。まあ言葉の意味が分 あのとか、その今あの、話題になっている点が分かる程度のご説明していきたいと思います。それでは、えっと、まず、免疫の全体像ですが、えっと、免疫は、あのまずは、えー、さ病原体とかが侵入してきたときに、それに対して、ここですね、高、えっと、中球などがあの、まあ、手当たり次第に、えー、食べていくと、鈍食をしていくというような自然免疫、この他にもあるんですけど、 えー、というのがありそ,れはその後そのそれで対処が十分できなかった場合には相手側の、えー、侵入してきた病原体側の、えー、情報をその提示をして見分けてそれヘルパー T 細胞という免疫系の親分に伝えながら1つは槍を飛ばすというあの、えー、体液血液やリンパ液の中に、えー、抗体という槍を飛ばして、えー、それで破壊締めにしていくという、えー、体液性免疫が1つ。 そしてもう一つが、えーまあ、その情報を捕まえながら、キラー T 細胞、まあ、細胞障,障害性 T 細胞というものに、えー、指令を与えて、そして、えー、ウイルスが侵入した細胞を丸ごと細胞ごとあのやっつけてしまうという方法、細胞生命域、えー。この2つ、まあ、この3つですねあの、があるということを。 ご説明いたたししましたさて、これは非常にこう,うまくいった場合の話ですね、免疫があのそれぞれうまくいって対処ができるという話なんですが、免疫系というのはそう簡単ではなくて、あのいろいろ難しい点があるということがサイトカイになります。さて、えっと、コロナウイルスについての治療にする現状からの方向性については、先日の講座の中で、ついに言ったん 言ったと思うんですけど、ウイルスが侵入してきたり増殖したりすることを阻止する方法ということがあります。それともう一本の柱にサイトカインストームに対する緩和や防止というのが必要になってくるんですね。で、こう今日はこの話です。それでまず治療、えっ、ー、とこのかんまあ、あのウイルスの増殖阻止については細胞レベルでうまく説明がつきまして、まあ、ウイルスはこのように最初 ここのあの ACE2 というレセプター、アンジオテンシン変換酵素の2というレセプターに、えー、人体が持っているレセプターに張り付いて。 侵入をして、そして RNA を増殖させて、そして RNA の情報をもとにタンパクを作らせて、ウイルスタンパクを作らせて、その増幅した RNA とウイルスの情報をもとに作られたタンパクを合体させて出荷していくんですね。で、ここの RNA 増殖を阻害するこれらの薬が考えられていると。そして、ウイルスの免疫を抑制する自然免疫、ウイルスに対する人の自然免疫を抑制するようにウイルスの断片が あのウイルスが作る断片がこれを抑制することをさせるのを逆にそれを防あの、まあ、ブロックして自然免疫を再び復活させるというやつが、えー、このですイベルメクチンですねでプロテアーゼ阻害剤という、まあ、このウイルスのタンパクの大元の、うん、を作らせないという、えー、大元から分離してくるタンパクを群を作らせないという薬などが開発されているというふうに言いました。 さて、これ、細胞レベルのウイルスの増殖を塞げるということはそうなんですが、えー、っと、それではウイルスはどういうことかというと、その、どういう怖さがあるかというと、こういうことなんですね。実は、さっき、アンジオテンシ変換酵素というのを言いました。これが、あの、えー、っと、呼吸器とかにありましての、の細胞表面にありまして、そこから、えー、まあ、コロナウイルスな,などは侵入してくるんですが、実はこのアンジオテンシ変換酵素っていうのは、 こういう経路に関わる酵素なんですね。まあ、腎臓で血流量が減少をしますと、防子球体細胞というのは腎臓がそれを感知し、ちょっと血流量が減ってきたと、これはまずいということで、レニンというものを出すんですね。レ,レナというのは実はラテン語で腎臓のことを示しますので、まあ、腎臓から出る物質という意味です。でそうすると 血管で、安定というのが血管で、テンションというのが、まあ、テンションが上がると一緒で圧力が上がるということですので、血圧上昇という意味、合いの言葉ですね。この安定、転身、血管を緊張させるという意味ですけど、そのというのが、 その大元の安天診の源から安天診ができ、安天診1から2に変換する酵素が、この、えー、血管の内細胞にあるんですね。つまり、これは一般の血管の内細胞にこれが存在するということは、 ここにウイルスが貼り付けば侵入できるわけですから、呼吸器以外でも他の場所から入ってきた、あるいは呼吸器から入ってきて、体の内部に入ってきた場合には、全身の ACE にウイルスがあの取っかかる可能性があるということです。つまり、えー、全身に、えー、行く可能性があるということです。で、まあ、これはあの、えー、と ACE の方は、政治的にはどういう働きをしているかというと、アンジオ転ン,ンが変換されて、アンジオ転ン,ン2が出ますと、 この働きで、えー、と血流量が増加して血圧が上昇する働きをふ、まあ、普段はしているわけで、その生理的な働きに関わっている酵素の表面に、えー、コロナウイルスがくっついてくるということですね。それでは、えー、とそれで本日の,、えー、あの主な話題はサイトカインですが、サイトカインというのは、サイトというのは細胞で、カインというのが励ますという物質ですので、ああのギリシャ語由来の,物あの名称ですので、 細胞を励ますす物質で,すでこれはの免疫系の親分であるキラー T 細胞が B 細胞を励ましたり、あるいはキラー T 細胞を励ましたりするという物質ですけど、実はヘルパー T 細胞だけじゃなくて、えっと、あらゆる免疫細胞がお互いに励まし合うための、えー、サイトカインというのは結構出してるんですね。で、そのことでお互い励まし合ってああ、あるいは仲間を呼び寄せて免疫細胞を起こしてるんですが、えっと、それが実は、 血液凝固に影響を与えるとということですそれでは、血液凝固の働きについて、えー、と見ていきたいと思います。まあ、けをしたときに血が固まるという、まあ、かさぶたという,う現象が起こりますね。ああのまあ、余談ですけど、かさぶたくんという絵本が出てまして、まあ、結構絵本でこの血液凝固の働きが分かり、面白い絵本ですので、かさぶたくんというのを読んでみていただければと思います。さて、えー、血液凝固は、この血管にこう、まあ、これあの、 外出血だけじゃなくて内出血でもこれは起こってますあの、えーっと。こういう穴が開いてしまうんですね。でそうすると、まずそれをえ結晶板というのが土ののように、決壊した皮を塞ぐ土ののように、物理的にストップするんです。でそ,そして結晶板血栓というのを作った上で、その後フィブリンという繊維が出てきて、そこに血球が絡みついて、えっと、血平ができるんですね。 で、その欠片ができるというのがあります。で、そして、これと同じことが試験管実験でもできます。血液を取り出してきて放置しておくと、こっちに欠片ができて、残りの上積みが結生となるんですね、という形です。で、その欠片というのが、実は、あの、血栓と呼ばれることもあります。これが塊になって血に血毛細血管の中で線を、あの、 えー、蓋をしてしまうことがある、詰まらせてしまうことがあるので、血液のことを別名、血栓とも言うんですね。で、その血栓について、えー、実は、まあ、あの、 ちょっと注意が必要なんでです。さて、えっと、それで血液凝固の仕組みについて、今図で言いましたところをもうちょっとあの簡単に説明していきたいと思います。血小板は土のうのようにあの、まあえー、穴を塞ぐとと,ともに、血小板自身が壊れて、その血小板の中が血小板因子というのが出てきます。血小板因子ですね。でその血小板因子は傷ついた組織から出る血小板凝血液凝固因子が合わさって、 トロンビンを、プロトロンビンをトロンビンにします。で、その時に実はカルシウムイオンも関係する結構カルシウムというのは私たちの体の中で重要なところで働いています。で、プロというのは全く体という意味でトロンビンの全体物質が出まして、トロンビン、えー、に変化させるんですね。そしてトロンビンが出るとフィブリノーゲンがフィブリンになる。でフィ、フィブリンのフィブというのはファイバーという繊維。光ファイバーとか、 まあ、あのファイバーというのは繊維だということを知っていると思うんですけど繊維の元ということです。繊維層と言います。でこれが変化して、フィブリンになります。繊維になります。でそうすると、繊維状のものができまして、それが結球は絡みつけるんですね。えそして、血平ができるということです。えっと、繊維に がかま、からあの血球が絡みついて、えー、その塊になっていく様子は、お風呂を掃除したときにあの、お風呂の排水溝に、えっと、 けまあ、あの髪の毛とかが溜まっていて、そしてそこに石鹸カスとか赤とかがあの絡みついて、その蓋のようになることがありますね。あのようなイメージです。あのようなイメージで血液が凝固するわけです。さて、それをもうちょっと詳しく見ていきますと、こういうことです。あの血液凝固凝固専用系というのがありまして、血液凝固のときには、内因系、外因系というのがあります。実は、 傷ついた血管のの組織の中にコラーゲンというのがあります。コラーゲンというのはよくあの、まあまあ、栄養食品というかみたいので売られていることはありますけど実は人体の中に最も多いその結合組織というか人体の柔らかさを形作っているタンパクでありまして当然血管の細胞の中にもあるんですけどそれが血管が破、まあその内皮が傷つくと露出するんですね。 露出したり、あるいはこの異物面と書いたのは、例えばあの、まあ、血液をと外に取り出してガラス面に触れさせたりするという意味なんですけど、そういうので、まあ普段は血管の中の内細胞がやあの,の中のコラーゲンに触れる形で、ある系列が動き出します。一方外陰性というのはえ血管 があの破けると組織液が出てきます組織液の中にソ、組織とロンボプラスチンというのがあるんですね。それでこれ、あの実は、まあ、医療系の人は、この、えっと、血液凝固因子というのが番13番まであり、これ、あのこうギリシャ数字で書くんですけど、それからまあこのあと2つありまして、15。そして実は6番が血番ですので、まあ、実質14の血液凝固因子が、 どういう順番でこういうふうにこうカスケードというか、これが、これに働くと、これが A とのアクティベート活性化されて、次がこれにアクティベートされるという意味で、連続反応が起こっていくということなんですが、まあ、これは、医療系の人はきちんとやらなきゃいけないんですけど、まあ、ちょっとここが省略して、まあ、結果的にさっきのプロトロンビンがトロンビンになり、まあ、これ、プロトロンビンとフィブリノーゲンというのは血液別名血液凝固因子の1。 えと2というふうに言われていますので、えー、さっきの図と同じようにこうなるんですね。で、繊維ができて、で繊維ができたところに、もう安定化フィブリンというのが、まあ、硬い繊維、まあ、あの壊れないような繊維になっていくということがありまして、さっき言った血球がま絡みついて血液が出てくる。で、あと重要なのは、えー まあ、あの当面、内出血とか外出血を止めるためには、その血栓、血栓をつくまあ、血栓というのはあの詰まった時のイメージですので、血栓を作らなきゃいけないんですが、その血栓を作った後しばらく落ち着くと、そのちょっと血管内か管、盛り上がってしまった構造になってますので、それを溶かす必要があるんです、でそれを繊維素溶解系と言います、つまり止めた後しばらくしたら、その止めて、少し盛り上がってしまった部分を元に戻す。 平らにするために、えー、フィブリンの一部を、あのー、まあえー、再び分解していくんですね。で、分解するときに、D、D ダイマーというのが部品として出てきます。ちょっとこれ後で出てきますので、えー、よく注目しておいてください。安定化フィブリンをフィブリン分解、あの、専用系、逆に溶かし出すやつで、えー、溶かしていくと、これが部品が、バラバラになった素材でこれが出てくるということですね。 さて、この、専用系の方は、プラスミノーゲンというものが入っていて、それがプラスミノーゲンアクチベーターで活性化されると、プラスミになって、専用、まあ、繊維素を溶解していくんですね。で、実はこの tpa、組織プラスミノーゲンアクチベーターというのが、この作用をさせるときのポイントになってます。で、これ実は医療の世界で結構使えてまして、 えー、脳血管疾患にしろ、心臓疾患にしろ、血栓ができること、血液が凝固して血管を塞ぐことが大きな原因になっているので、その,あの治療の時にこの t p a というのは結構使われますね、医療の世界では重要な、えー、ものです。これ、まあ普段私たちの体にの中で働いているんですが、それ医療的な救急、まあ、処置でこれを使うということですね。さて、それでは、えっと、ここからはあのちょっと歴史的な話にいきます。 感染症に起因した全身性の病態の捉え方ということですがあの感染症というのは局部に限局している例えばインフルエンザだったら肺だけとか、まあ、上気道とか、まあ、だけに限局していれば死以、まあ、は大きくないんですがそれが全身性にいくと非常に危険だということですねでそれはも,もともと知られていまして敗血症という言葉がありました。肺結晶でこれは 血が負ける病気というのは何に対して負けるかというと、病原体に対して負けるということですね。つまり、まあ、この時大体想定されていたのはウイルスよりも細菌類なんですけど、全身の血液から細菌などが検るされると、まあ、細菌が全身に回ってしまって、それが全身症状を引き起こしているんじゃないかということで、肺血症とか肺血症ショックと呼ばれてきたんですね。これがもともと伝統的な名前でした。 えー、ところがいろいろそのことを整理して、この全身性炎症反応症候群という名前に1991年ぐらいからなりました、SIRS ですね。でこれは、ここにある症状のうち、どれか2つが出てれば、あのそ,その症候群が発,しあの発生しているとみなすんですね。体温が低すぎるか高すぎるか、脈拍がちょっと高いか、呼吸が、えー、多くなっているか。 で呼吸が多くなると、過呼吸という形で酸素がすあのたくさん取り入れられる分、二酸化炭素が減るわけですね、で実は二酸化炭素というのは、減、まあえー、ればいいかというと、まあ、これが過剰に減っているということは、逆にあの過呼吸が起こっているということですので、まあ、危ないわけです。 でそして白血球というあのものが多すぎるか少なすぎるか、まあ、少なすぎるときも問題だし、多すぎるときも大体、未熟なやつが多くなっているので問題だということで、このうち4つのうち2つが出たときには、その疾病が全身,性のしあの全身に炎症をもたらしているということで、えー、より危険だという判断をするんですね。でこれ実は感染症だけじゃなくて さ、あのー、まざ、あ、まなけが、怪我とか大怪我に伴う現象でもこれ、起こることがあるんですけどでここ、この概念が確立されたので、肺血症を今は感染症に起因するこの全身性炎症反応症候群だというふうに定義づけをしました。で、その後実はそのこの全身性炎症症候群を起こしているのが、サイトカインの影響だということが、サイトカインが嵐のようにたくさん出ている影響。 あるいは抗、まあ、サイト解決症とかサイトカイン放出症候群ということで最近この名前が確立されてきたんですね。えー、ということです。で実はあのー、結構私もこの間、あのー、免疫学系やウイルス系の本をいっぱい読んだんですがサイトカインストームっていうのがまだ 作品載っててない本も結構ままだありまして実はこの名前自身が、まあ、というか、載ってる本のが少なかったですね、あの新しい言葉でありまして、えー、あります。で、新型コロナウイルスで増加するサイト会員として、まあ、具体名いろいろあるんですけど、こういうものが増加するというふうに言われております。で特に この IL6 というのが注目されていて、このインターロイキン6というもの、インターロイキンというのは、インターロイキンというのは、硫黄が、硫黄サイトが白血球で、インターというのが間ということですので、白血球同士の間で励まし合う物質という意味ですね。で、そういうインターロイキンの6が、サイトカインが過剰に出ていて、それが全身の炎症症状をもたらすので、えっと、これを、 をブロックする薬を、えー、開発しようと、まあ、使用が検討されているということです。それで,それではいよいよ本,あの本題に入ってきますけど、えー、サイトカイン相撲が起こると、発種性血管内凝固症候群、凝固症候群というのが起こることが分かってきて、でそれが多臓器不全になって、全身症状になっていくという形です。それでは えっと、さっきの話に戻りますけど何が起こるかということなんですけどこれも分かっていることの一端なんですがあのサイトカインが過剰に働くことで血液凝固系があの、まあ、小さな毛細血管のと毛細血管微小血管のところで血液凝固系が 発発動動さされれててししままううんんでですね、まあ、こういろんな場所で発動されてしまうそうすると、まあ、簡単に言えば血が、えー、細かく固まる場所がいっぱい出てきてしまうわけですでそうするとそれ自身が、まあ、血栓の原因となって全身症状につながっていくということもありますしありますそれから、まあえー、凝固系が働いたからその過剰な凝固が起こっているので専用系も働き出すんですね。 で専用系が働き出すことで、その専用系が分解したこう D, D ダイマーというのが結構、えー、その出てくるというのが症状,の人症状というか、あのーまあ、兆候の一つということです。それでは、えっと、日本血栓止血学会ホームページの新型コロナの,、えー、あの医療関係者へのページを見てみたいと思います。これ、あの検索すればすぐに引っかかりますので、ぜひご自身で見てみられてください。 さて、えっと、ここにちょっと見えにくいですけど、血液凝固に伴う、えっと、血栓症発症と DIC というのがハッシュ性の、あの、さっきの言った、えー、疾患ですね、が COVID-19 の予後増悪要因であるということ。それから、 えー、軽症患者に対する対応と D ダイマーというものに注目すると、もしかまあ、これちょっとまだ確立されてないんですけど、D ダイマーに注目すると、えー、新型コロナの に対するあの、まあ、感染の、えーまあ、とか重症化の程度が分かるということがありまして、まあ、今日のようなあの背景知識があるとここら辺のホームページの意味もよく分かってくるということですね。はい、ということで、本日はあの医療系でまだ解明されていない部分の世界でしたので、本当にここら辺のことがやがて図,図にあの書けるように詳しく、えー、私もで、えー、説明できるようになれば、 いいと思ってるんですが、今のところ文献的にもこれを図でまとめてるものがあんまり見つからなかったものですからあの、まあまあ、とにかくサイトカインが適度に出ることは人体にとっていいけど、過剰に出すぎると、血栓などの全身症状を引き起こし、それが逆に、えー、と重症化を引き起こすということで、免疫というのはいいことなんだけど、過剰になると、逆にそれがあの患者の まあ命というかを危険にさら、まあ、してしまうというモラハの刃のものであるということを認識していただければと思いますそれでは、えっと、本講座三、えー、ヶ月半ほぼ毎日二十時発信を走り続けましたご静聴ありがとうございましたで、えー、3月の2日から始めましたで、えー、この講座を始めた動機は三、えー、月の2日に突然無策の中、まあ、国が、まあ、突然、えー、全国急行、まあ、首相が言い出し そしてその2月28日に、27日の夜かに言い出して、えー、よ翌,日翌週の月曜日から休校すると、えー、子どもたちは全く、えー、何も対策なされてない中、3月間に休校されてしまったということで、まあ、これ小、中学生が放置されると、じゃあ、私の教えてきた数学と理科を役立てようということで、ウェブーー発信を始めました。 でなぜ20時にしたかというのが2つ意味がありまして、実はまあ小中学生を対象にしているので、夜遅くすぎるのはまずいということと、実は志村健さんのツイートの意味を込めてました、実はあの8時台を全員集合という言葉があります。だから、8時台を全員集合という意味合いで20時からの発信をいたしました。で、えー、この講座、まあ、3ヶ月半やってきたわけですけど、第1期はとにかく、あのー、休校中の皆さんに何とかなな、まあ、 届けたいということで、まあ、私のこれまでやってきた理科とか数学を毎日発信するということをしました。えー、ただ、やはり休校が長くなる中で、特にまあ中学生。まあ、全学年をやるのも大変なのまあ、難しいので、中学生に絞って休校分野をフォローするということを全31回やりました。 はい、そして、そ,う、まあ、それは今すでにホームページとか YouTube に全部載せております。で、5月の12日のナイチンゲアの生誕200年の講座やり、これは本に、えー、いたしました。えそして、5月の12日から19日、まあえー、本日まではウイルスをきっかけに遺伝子や人体を知ろうということで、連続講座をこれも31回、両方31回になりましたけど、やらせていただきました。 えどうもご清聴ありがとうございました。それでは今後について、あ、で、まあ、宣伝なんですが、えっと、この、えー、っと、期間に書いた本が、え m アマゾンで、私、アマゾンで私の名前で検索していただくといろいろ本が出てきまして、この期間に書いた本、そして、えー、生物学全般については、この講座でやった生物学全般についても本出してますので、ぜひ、えー、お買い求めいただければいいと思います。直接ある人は、直接聞いてください。 さて、それで、えっと、本講座では感染症のことを取り上げてきたんですが、えー、実は今、アマゾンの中で、アマゾンプライムで、まあ、一体に登録が必要だったと思うんですが、えっと、感染症に関わる、えっと、映画が、えー、これ、確か無料公開されてるはずです。私も、えっと、お金払わず見られたんで、今、無料公開されてるはずです。で、このサルの惑星というのは、まあ、このサルの惑星の創成期の最後に、サルウンインフルエンザというのが、 全世界に広がっていくという場面が始まり、そのこの新世紀の中では、そのサル・インフルエンザ後の社会のことを描いていますので、まあ、感染症に関係していると思うんですが、ただ感染症という観点、まあ、両方私見て、それなりにも面白かったんですが、まあ、感染症という観点でいうと、それほど深く描いていないで、やっぱりこれですね、この感染列島というのは、ぜひご覧いただければと思います。 えー、なんと2009年に作られたんですね、新型インフルエンザの器具がなされる中で、えー、作られたんです。で、えー、日本列島が2011年に、えー、1月からあの5月にかけて、えー、死者がたくさん出るという話です。で、これは2つ意味の意味で予言的でありまして、 えー、まずは今回の事態を、まあ、予言していたということですね。と、もう一つが、えー、この映画がその想定していた2011年というのは、えー、感染症ではなかったけど、えー、東日本大震災、福島原発事故ということで、ちょうどこの映画の舞台となった時期が、本当にその日本にとって大変な時期だったということですね。でこれは実は実まあ 医学的に見ると、ちょっとこれはいいかがなもんかなという場面がいくつかあるんですが、そうは言っても、医療の監視者もついてますので、まあ、めちゃめちゃにえがたかれてるところはないです。まあ、ち,ょちょっとあのおかしいかなと思うところがいっぱいあるんですけど、でもこれで今の,その、えー、コロナウイルスに対する日本のパニックの状況というか、まあ、日本の対応の状況を、 まあ、いろいろ感じさせる場面がいろいろありますので、非常に参考となると思います。2時間半ですので、若干その時間かかるから、まあしっかり時間を取る必要があると思いますけど。 これは今の時期、ご覧いいただけるるとと非常にに参考になると思いま,すまあ話としてもねこの医学生からあの、まあ、医者になった若手の人がいるんですがこ,この人がまあヒロインなんですけどこれ A 子さんっていうんですけど学生時代の学生でこっちがその医学部の講師なんですね、まあ、年上の女性に対する、まあ、ほのかなこう憧れみたいな、まあ、私もよくそういうことありましたけど、まあ、こ,この2人の関係はなかなかいいんですねということで恋の物語 恋というか、まあ、そういう背景の物語としても非常に面白いのでで。あとこのウイルス学者が出てきます。で、ウイルス学者は私がこの講座で述べたような。そのウイルスとの共生という話もまあ、ウイルス学者の多くはそういう視点で見てるので、えー、実はそっちのが主流なんですけど、まあ、まあ、ここの人も面白い役回りをしております、えー、ぜひ見てみてください。それでは。 最後に、本講座の今後ですけど、私もこの3ヶ月、とにかくやらせていただきました。 で市議会の活動については引き続き、えーまあえー、新型コロナウイルスについては警戒と情報発信の必要が必,必要ですので、それはホームページの方で発信していきます。そして6月下旬よりも、えー、実はリアルに受験生とか学習サポートで教える機会が再開されますので、まあ、講座、このウェブだけでやってきましたけど、それ、リアル講座をやっていきたいと思っています。 それでえ、本講座で扱ったようなウイルスと遺伝子の出版化に,については出版を考えてまして、まあ、これはちょっと必ずうまくいくという保証はな,ないんですが、一応8月を目安に出版をしようと思っています。で、そ,のそれは、あのまあ、この前、あの音楽の先生と対話して感じたんですが、学、まあ、を小中学生が読めるように遺伝子の延期配列を読めるようになるんではないかという仮説を持ってまして、そこをえ描いていきたいと思っています。じゃあ ライブ発信ですねで、本日で終わってしまうのかということですが、実は続けますで、えっと、8時台を全員集合に合わせて20時にしてたんですが、20時というのはさすがに、あれは、えっと、非常事態宣言で在宅を余儀なくされたときには、まあ、それでよかったんですが、私もいろいろ、い、ま、ろ、あ、んな活動があのもう外に出て再開しておりますので、20時に発信するために、大体17時ぐらいから準備しなきゃいけないですね。 そうすると結構それがきついので、えっと、夜遅めですけど22時から発信したいと思います。で、平日に発信したいと思います。で、内容はこれまでのに必ずこのカリキュラムでこうえ大体1、えー、つのテーマにこだわるという形ではなくてすで、まあ、に発信した内容をレビューしていきたいと思います。というのは実は最初の画面に行ったようにこういうふうに あの最初はの私の技術が未熟で今パワーポイントでこういうふうに書けてるんですあの画面上できれいに説明できてるんですがえっとパソコンの画面をスマホで写すというような形でまあ,まあこういうやっぱりパワーポイント画面に比べて見えにくいちょっと形で発信してきた蓄積があるのでそれを同じ内容をきちんとパワーポイントに落とし込んで でますので、えー、きちんとパワーポイント版へ転換するということも含めば、まあ、昔の松をきれいにもう一回発信し直すという形もできますそれから、あのーまあ、その時々に応じて、まあ、数学発信したり生物発信したり市議会報告を発信したりあるいは何も、えー、準備できた時は、まあ、とにかく22時に、まあ、皆さんお元気でしょうかという挨拶をするだけでもいいかなと思ってまして、まあ、基本的に平日の22時に、えー 土日は休みなんですけど、フェイスブックライブをやりたいと思ってます。それともう一つですね。えっ、ー、とコロナの悔しさばに小中学生を育つかと、えっ、ー、とまあもちろん今学校に伴う心のケアを基本にしながらなんですが、えー、実はえっ、ー、と新世紀エヴァンゲリオンという S.F. がありまして、その中でえっ、ー、と実は2000年に セカンドインパクトという地球環境の大変動を引き起こす出来事が起こって修学旅行とか全ての学校行事が休止になってしまった中学生その時中学生か高校生の世代の人たちがいるんですねその人たちが2015年に科学者になってその新しい第2波の危機に備えるという物語なんです実はえっとで今回の事態でえ 3ヶ月の休校で悔しい思いをした小中学生の中にこれをバネに新しいこと、まあ、特に生物学の研究とかに進んでいく人が生まれれば嬉しいかなと思っておりますそして、まあ、この講座を聞いていただいた皆さんも含めてこの3ヶ月の期間をこれこれ同人生の目標に 節目と変極点としてい,くかということをお互いいいいいい考えていきたいとといとうふうに思いますということで、ご清聴ありがとうございました。6月22日以降、22時にいや8時台で,ではなくて10時台を全員集合ということで、えー、内容はあのその都度変わると思いますけど、発信しますので、またお会いできればと思います。えー、本講座どうも長い間ありがとうございました。えーはい、本講座はこう免疫 この生物遺伝子ウイルス、えー、免疫医療全31回本日で終わりいたしますどうもありがとうございました